こんにちは、ゆくこです。今回は人間関係などでちょっとうまくいかなくて、自分自身がもやもやイライラしちゃったりして、ちょっと辛いという時にどうしていったらいいのかなっていうことをちょっとお話ししていこうかなと思います。人っていうのは変えられないんですよね。他人っていう意味ですけど、他人は変えられないです。なんでかっていうと、自分じゃないからですね。自分だったら意識を変えることで成長したりもできるし、変わっていけると思うんですけど、他人っていうのは身近なところで言えば私で言ったら旦那さんとか子供たちとかね、あと姑さんとかね父や母や兄弟や、そういう他人、他人っていうか自らではない他の人を変えようと思うのはなかなか難しいんですよ。職場でもそうですけど、その人たちの行動によって自分がイライラしてしまうことは多々あるんですけど、簡単な例で言うと、子供に対して勉強させたりするのがね、勉強させたりするときにありがちなパターンかなと思うんですけど、私にとっては適度な勉強してもらって、普通に高校出て大学出て、まともなところに就職してほしいっていうような考えがあったわけですよ、昔は。こうちゃんが生まれてからはなかなかそういうのが簡単には叶わないなっていうふうに思い始めて、いろいろこういうちょっと意識を変えていくようなふうに自分を変えていったんですけど、世の中普通に暮らしてると、やっぱりみんなと一緒がいいっていうようなイメージが強くて、集団行動をね、一緒にやれるような子どもがいいし、みんなが行くような学校に行ってほしいしっていうのが普通だなと思うんですけど、でもそこに行くには学力が足りないとかっていうと、日々の勉強を一生懸命やりなさいやりなさい、宿題やったの、提出物は出したのとか、もう小言みたいにいつも言って、でも実際勉強するのは私じゃなくて子供なので、子供はもう分かってるよ、めんどくさいな、もうそんななんとかね、日々が過ごせればいいじゃんっていう風に考えてたかどうか分かんないですけど、結局他人なので、もちろん身内ですけど、他人、別の人格なので、簡単にはその人をうまくこうコントロールできないっていうのかな、結局コントロールしようとしてるっていうところがまずいわけで、でそこをどうしたらいいかっていうと、もうコントロールできないってことに気づいて諦める妥協するっていうところが大事になります。でもね、やっぱり子供のためを思って勉強させたいとか、それはもう分かるんですけど、だったらその、夢を持たせるような言い方というかね、子供が好きなことを目指せるような、考え方になるように持っていくとか、そういう風に仕向けていけたらよかったかなと思うんですけど、私もね、まだまだもう全然未熟者で、その上の子たちの子育てをしている時はもう本当に勉強しなさい勉強しなさい、学年の順位が何位だとどこの高校行けないからどうしようとかね、で必死で塾に入れて、少ない給料の中から塾代をね払ってね、
かせてたんですけど、まあ、それが良かったのか悪かったのか分かんないんですけど、うん、まあ、結果的にはね良かったのかなとも思いますけど、まあ、でもそれが子供が本当に喜んでしていたことかっていうとちょっと分かりません、うん、まあ、それをね子供たちが将来あの時ありがとねって言ってくれたら私はそれで間違ってなかったなと思うんですけど、まあ、あの時うざかったなって言われればまあそうだよねっていうごめんねっていう感じなんですけど、まあ、親も親でね初めて親になるわけで完璧なことはなくて、でも子供のためを思ってっていう気持ちがやっぱりこう強すぎて空回りっていうかね、いろいろ自分の思うようにしていきたいっていうふうに思っちゃうんでイライラして小言を言って喧嘩になるみたいな感じになってくると思うんで、まあ、結局他人はコントロールできないんだっていうのを、まあ、そういうところに気づいて本当に諦めて、やっていくのがいいんだけど、でもそれがねできたら苦労してないよっていう話で、だからなかなか難しいんですけど、でもなんか他人はコントロールできないんだったらもう自分がその他人がどうしようが許すと、勉強ができない子供でもまあいい許すいいところを見つけようって、この子は勉強はできないけど友達は多いし、ね、優しいしっていう風にそういう風にいいところを見てでそこをね認めてあげると本人も自己肯定感が上がると思うし、嬉しいんじゃないかなと思うんで、まあ自分がイライラしなくなるようなまあやり方としては、まあ、相手は変えられないんでもうしょうがないって諦めてでね、それをまあ手放すことでその諦めるっていうことで自分のね思いをこうなってほしいっていう思いを手放すことで自分ももういいやってね感じで持っていけると本当に楽になるんじゃないかなと思います。私も本当に障害の子を持ってもうね普通にはいけないっていうのをもう確信した時点で、まあ、諦めたんですよね、だったらその障害の中でどうやって幸せに過ごしていけるのかとか将来どうしたらこの子が幸せにいけるのかっていうのを考えていこうと思ってで今こんな感じになってるんですけど、まあ、人間諦めも肝心とか言うんで結局なんか昔の人ってすごいねってまあねおばあちゃんの知恵袋じゃないですけどそういうのも、まあ、昔からあるだけあって、すごいなって思いました。ということでまあ、人間諦めも肝心ってことで、まあ、人を変えられないからイライラしててもしょうがないんですよ。自分がイライラしても本当疲れちゃうんで気にしないとかねそういう感じかな。でもね、まあ、子供の面倒を見るっていうのは親の責任なんで、まあ、ある程度のことはねもう放置っていうのはいけないと思うんですけど、まあ、見守りつつ最低限のルールはもちろん教えつつ、でいけたらいいんじゃないかなと思います。何かこのお話で参考になることがあれば嬉しいです。では皆さんの幸せを願っています。じゃあまた会いましょう。バイバーイ。